大阪万博で孤立状態にならないか懸念が浮上しているわ。会場である夢島に行くためには、北側の夢舞大橋か、東側の夢前トンネルを通らなくてはいけないんだが、実は2023年の6月、大雨でトンネルが冠水して、通行止めになっているんだ。それだけじゃない。橋も風速20メートル以上で通行止めを検討している。なんか不安が尽きないわ。今回は、大阪万博に立ち込める暗雲について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ついに万博運営を司る日本国際博覧会協会が、このほどイベント会社を通して、大阪万博の運営スタッフアルバイトを募集し始めたぜ。なんか、いよいよ始まるのねって感じはあるわね。来場者の案内や巡回のスタッフ、計600人以上採用予定だそうだ。週5日フルタイム勤務のコアクルーと、週1から5日の間で勤務時間を選べる、サポートクルーの2種ある。いつから勤務を開始するのかしら？万博が開催される2025年4月から10月末だぜ。時給が1850円という噂があり、地元の企業からすると人材不足にとどめを刺すと、不安視されているのも確かだ。地元のアルバイトの平均額と比較するとどれぐらい高いの？6割上回る。そこまで違うと、確かに地元企業からすればちょっと困っちゃうわ。人を確保できない可能性が、切実だわね。さらに、万博に参加、出展する企業や団体に、開幕まで1年となった現在の課題について、アンケートしたら、機運醸成が一番多かったそうだ。機運醸成ってなんだか難しくてよくわからないわ。まあ、物事を行うのに適した雰囲気を作り出す、ぐらいの意味だぜ。まあ、確かに国内ですら、いまいち盛り上がってないから、そのアンケートの答えも的確かもしれないわ。なんか実感が湧かないよね。確かに、国民の多数が万博に対して関心を持ってないのに、政府、大阪府、市が巨額の税金を出すから、金を出せば出すほどしらけてしまう流れになって、今のところ止めようがない感じだな。どうしようもないぜ。何か妙案はないのかしら。もっとも、あったらこんな事態になってないのでしょうけど。2024年元旦に起きた能登半島地震よりも、大阪万博を優先する流れに、引っかかりを感じる国民も多いんだ。大阪万博ってそこまでしてやるものかしら？そもそも、どんなことをやるんだったっけ？大阪万博というのは略称で、正式には2025年日本国際博覧会という、総合的なテーマを扱う大規模博覧会として実施されるんだ。おお、正式名称は結構長いのね。万博では、新しい技術、商品ができて、生活が便利となるきっかけとなるぜ。国連が掲げる持続可能な開発目標達成の、目標都市である、2030年まで、残り5年となる2025年は、実現に向けて重要な都市なんだ。大阪万博はそれを間に合わせる土台の役割を果たすぜ。なるほどね。2025年大阪、関西万博で実現することは、最先端技術など世界の英知が結集し、新たなアイデアを創造発信。国内外から投資拡大、交流活性化によるイノベーション創出。地域経済の活性化や中小企業の活性化、豊かな日本文化の発信のチャンスなんだ。さすがに大規模博覧会という感じだわ。でもそんな万博の公式キャラクター、ミャクミャクにパクリ疑惑が出てきたんだぜ。公式キャラクターが？パクリ、とある X ユーザーの、2024年4月28日のポストが発端だ。ルーマニアの首都、ブカレストで開催中のダリ展に行ったユーザーが、感銘を受けた上で、ダリの作品の一部が、万博の公式キャラクターに似ていると指摘したぜ。まあ、ダリとは渋いチョイスね。どんな感じで似てたのかしら？公式キャラクターのミャクミャクのように、球体が数珠つなぎになったオブジェがあったそうで、写真に撮ってアップロードしたら、それを見たユーザーたちから盗作じゃん、と、厳しい意見が上がってるんだな。盗作ではないという立場の人は、どんな感じの意見を持ってるのかしら？ミャクミャクのデザインをしたのはデザイナーで、絵本作家の山下浩平氏。ぬいぐるみデザイナーの奥さんとイメージを膨らませ、目のような細胞核がある、キャラクターを完成させている。そもそも、1970年の万博ロゴのオマージュだし、パクリというにはちょっと難しい気がするが、確かに絵は似ているんだよな。でも、制作過程を見る限りオリジナルみたいだわ。なかなか難しいわね。そうなんだよな。ちょっと人によって判断が分かれるかも、というところは、あるかもしれないぜ。パクリといえば、東京五輪公式エンブレムでの騒動を、どうしても思い出してしまうんだが、
こっちの方は採用が撤回されたよな。脈々も同じ目に遭わなければ良いのだが。それはそうね、ますます盛り下がってしまうし。ところで霊夢は、脈々像が大阪市役所の正面玄関前に置かれているのを知っているか？え？そうなの？大阪市民しかわからないんじゃない？まあ、それもそうだよな。その脈々像は幅約 3.3 メートル、高さ約2メートルで、623万円の予算がかけられているそうだ。別に万博の本番で使うわけでもないのに、もうちょっと安くできないのかしらね。その脈々像に、2024年3月13日の朝、えぐられたような大きな傷がついたのが、確認されたそうなんだぜ。大阪市はすぐに、警察に器物損壊の疑いということで、被害届を出したんだ。そして、吉村知事はこの日こう発言した。万博に対して反対の意見というのがあったとしても、こういった暴力行為、犯罪行為はぜひ控えてほしいと思います。そして、記者から、まだ反対している人がやったかどうかわかっていないのでは？と聞かれると、吉村知事はこう答えた。公共物において、すごく強い意志がないと、なかなかあそこまでの傷をつける行為っていうのは、できないと思います。まだ吉村知事の発言は続いてて、普通に考えたら脈々っていう万博の象徴ですから、万博に対してよく思ってないという意図があった可能性が高いですよね。どういった方が犯人かはわかりませんけど、そういったことはやめてもらいたいと思います。万博に対して反対の意見があったとしても、と言って、犯人を反対派と決めつける割には、どういった方が犯人かわかりませんけどって、最後は尻すぼみになるのね。結局、1ヶ月後の4月19日、警察は大阪寝屋川市の男性を、器物損壊容疑で書類送検した。この男性は脈々を、近くにあった立て看板で何回か叩いて、傷をつけた容疑があるそうだぜ。脈々を叩いた理由は？酒を飲んで終電を逃してイライラしてたからだと。万博に反対している云々は全然筋違いの話だったのね。まあ吉村知事も批判ばかりされて疲れているのかもしれない。吉村知事も人間ですから。吉村知事が心を砕いている万博なんだが、読売新聞社が万博に対する関心を2024年4月19から21日の全国世論調査で調べたら、関心なしが 69% に上ったようだぜ。これはちょっと厳しいわね。吉村知事も、疲れているのか民放のテレビで明言をしてしまった。一体どんなことを？4月21日、民放のテレビ番組で、コメンテーターの橋本氏から、万博で赤字が出ても、増やしの貯金を使えばいい。と話を振られた時、大阪府知事の吉村氏は、もし赤字が出た場合には、橋本さんがおっしゃる通り、大阪府市で負担するという考え方はあると思う。でもその時は黒字も大阪府市が全部もらいます。それがいいかというと僕はそうじゃないと思う。え、大阪府市の税金で赤字を埋めるの？吉村知事は、万博は国家プロジェクトで大阪府市が負担するのは筋が違うと否定。でも一度はそうと応じてしまってるし、橋本氏の考えに歩調が合ってると思われても仕方ないぜ。確かに、そうね。テレビ放送の翌日、記者からこの発言の真意を聞かれた吉村知事は、僕自身が思うのは、やはり赤字が出た場合にどうするのか、また黒字が出た場合にどうするのか、そういったことについて、一定の時期が来ればきちんと議論して、方向性を定めるべきだと思います。というか、これぐらい最初から決めときなさいよね。それは一理ある意見だぜ。チケット収入で万博の運営費は賄われる。業界の中で支出を管理する部署を置いたり、国で状況を管理する機関を設けたり、運営費の支出が増えないように注意しているとのことだが、一方で収入の部分、チケット収入を増やすため、機運醸成に取り組むとの考えを示したんだ。なるほどねー。吉村知事の発言を府の幹部はどう捉えているか、インタビューがあるから紹介すると。まず、脈々事件については、あれは決めつけ。はじめ話を聞いたとき、どう考えても酔っ払いやろと思った。サラリーマンが無性にイライラして、酒飲んで発散したいみたいな、ああいう気持ちが知事はあんまり理解できへんのやと思う。まあ、確かに知事さんだからねー。万博が赤字だった場合、ふとしの貯金を使えばいいといった点については、ちょっと橋本さんの発言を肯定した部分があったでしょ？あれではその後に否定しても伝わらんって、赤字の話は言及するのは早すぎる。今やらなあかんことは、どうやって入場券収入を稼ぐかということ。確かにねー。一連の名言の根底にあるものについては、完全に疲れが出てる。
まあ本人的にも、ここまで万博の批判が続くと思ってなかった。とまあこんな感じだぜ。なんかもう、破れかぶれになってきてるような気がするわ。さらに、万博開催地の夢島は天災により、孤立の危険が示唆されている。え、まさか、孤立ですって。それはまずいわよ。会場は大阪湾に浮かぶ人工島、夢島だが、夢島につながっている道路は、北側の夢舞大橋と、東側の夢崎トンネルの二つしかない。ちょっと交通手段が限られてくるわね。輸送人数もすぐに頭打ちになるわ。鉄道は、夢崎トンネルと並走する形で延伸工事が行われてる。大阪メトロ中央線の一路線だけだ。鉄道はまあ仕方ないのかもしれないけど、一路線だけなのね。2023年6月には、夢崎トンネルが大雨により冠水。一時通行止めになる。さらに夢舞トンネルは、風速20メートル超えで、通行止めが検討されるようだ。大阪メトロも、今までのを見たらわかるように当然冠水、一定の風速により、運転見合わせになった。もしかして、大雨、台風により陸の孤島となるということかしら？そういうことになるぜ。最悪じゃない。最近の例でいくと、2018年9月、近畿地方に甚大な被害をもたらした、台風21号があるんだ。関西空港で最大瞬間風速58メートルを叩き出し、連絡橋にはタンカーが衝突、道路鉄道は寸断、空港に8000人が孤立したぜ。過去の実例を見ると、案外、島で大規模な万博をするのはリスキーなのかも。それは言えるかもしれないな。万博の開催中は1日23万人訪れると、試算されているが、夢島には病院もなく、あるのはパビリオンや飲食施設ぐらい。急病人の対応や事故発生時の負傷者への対応など、課題は残るんだぜ。台風、大雨で孤立した時に、事故で負傷者が出たら、って思うとゾッとするわ。実は、南海トラフ巨大地震が起きた際、津波は 5.4 メートルと推定されている。夢島は海面から11メートルぐらい高さがあるから大丈夫だけど、橋やトンネルに瓦礫が漂着する。恐れはあるし、対岸の木の葉なく、港区は浸水するので、来場者はどういう手段で、いつ脱出できるかわからないんだ。ああ、確かに対岸が浸水エリアだと積むわね。夢島自体は、地震による液状化リスクは軽微だと言われているが、橋やトンネルの先の人工島は、液状化が起こる可能性が高くて、本当にすぐ島外避難できるかどうか、わからないんだな。液状化？地震が発生して地盤が強い衝撃を受けると、今まで互いに接して支え合っていた。土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のような状態になる現象だぜ。なるほど。確かに大地震で夢島が無事でも、すぐに避難できるかどうかわからないわね。一応、2023年12月、防災基本計画を公表し、会場内に自衛で消火設備を置いたり、医療救護施設を設けることや、備蓄、非常電源の整備を盛り込んだが、具体的な備蓄や避難訓練は検討中。開催までに1年を切るが、吉村知事は2024年夏までに、具体的な計画を立てると説明しているんだ。ん？あんまり時間が残ってないから、無理やりなんとか間に合わせようとして、肝心の安全がないがしろにされている気がするわ。一番重要な安全性が担保されているか怪しいのに、マスコミはマスコミで万博を批判しない。これには万博協会が組織を立ち上げて、メディアを囲い込んでいることが原因だ。組織の名は、機運醸成委員会といい、この組織は、マスメディアを通じて万博の認知度の向上を図ることが狙いだ。なんだか、戦時中の体制翼賛会みたい。NHK の人気番組、チコちゃんに叱られる、のキャラクターであるチコちゃんは、2022、23年に内閣官房主催の、小学生向け PR イベントに登場し、万博の公式キャラクターとも共演したぜ。え？そんな出来事があったのね。フジテレビの、開けポンキッキからは、ムックが万博協会の動画に出演したんだ。ムックまで、東京オリンピックの時は、朝日、毎日、読売、日経の4大新聞がオフィシャルパートナーとなり、億単位の協賛金を提供している。もし、これから大手メディアが大阪万博の支援に関わっていくなら、批判的なことは、なかなか報じられなくなってしまう。そんな、地震で多大な被害を受けた石川県の知事ですら、大阪万博を推進せよと主張しているから驚くぜ。石川県民以外からも、能登半島地震復興のため、大阪万博を中止は延期、したらどうかという意見があるのに。石川県知事は、大阪万博と関係があるのかしら？
昨年3月の知事選では、自民党出身者3人での争いになったが、現知事は維新の会の推薦があってなんとか勝利したので、なかなか維新の目玉である、大阪万博を批判できないんだ。そんな事情があったのね。万博は今後大丈夫かしら？今回の大阪万博の目玉の一つに、空飛ぶ車があるらしい。車が空を？まあ実際には、大型のドローンみたいなものらしいが、珍しいことには間違いないと思うぜ。子供は喜ぶだろうな。確かに、iPS 細胞から作成した心筋シートを使って、生きる心臓モデルなんかもやるらしい。いかにも未来的なものだわね。その他、空気中の二酸化炭素と水素から作ったメタノールを、原料とし、空気から作る糸として売り込もうとする会社も出展するようだ。ちょっと珍しいわね。脈々がパクリなのかどうかはよくわからないが、これから先、自民党政権が存続する限り、自民党、維新、大手マスコミと、大阪万博の宣伝が行われるだろう。ただ、安全面では懸念がいくつもあるみたいだし、それらをクリアした上で、行ってほしいと思うな。みんなは大阪万博についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。